馬上のチャールズ一世とサンアントワープの領主の肖像、アンソニー・バンダイク・ロイヤル・コレクション、またはイギリス王室コレクションはイギリス王室が所有する美術品コレクション。イギリス王室の私的財産で王室の一部局である英国王立所蔵品協会の管理となっている。英国王立所蔵品協会はロイヤルコレクションの分類、保存、洗浄、修復や 書物、絵画、彫刻などの展示に対して責任があるが、建築物については管轄外となっている。399人のスタッフがおり、2009年度には2642万ポンド以上の収益があった。ロイヤルコレクションには7000点以上の絵画、4万点以上の水彩画、ドローイング、15万点以上の版画のほか、歴史的な価値がある写真、タペストリー、 調度品、陶磁器、書物など様々な美術品の一大コレクションとなっている。一般大衆に公開され、王族は住んでいないハンプトンコート宮殿や王族の邸宅ではあるが、一般公開されているウィンザー城など複数の場所に分散して収蔵されている。ロンドンのバッキンガム宮殿にあるクイーンズギャラリーやエディンバラのホリールールド宮殿にある エディンバラクイーンズギャラリーにもロイヤルコレクションの美術品が数ヶ月間展示されることがある。ロイヤルコレクションの金銭的価値は総額3600億ポンドと言われている。バッキンガム宮殿クイーンズギャラリーに展示される彩色主義を衝動するピタゴラス・ピーテル・パウル・ルーベンスコレクションの中に16世紀のイングランド・王ヘンリー・パス・セイ以前の美術品はほとんど存在しない。 ロイヤルコレクションの発展に最も大きな寄与したのは、イタリアルネサンス絵画の熱心なコレクターで、アンソニー・バンダイクラの芸術家を庇護した、チャールズ一世だった。このコレクションは、イングランド内戦による1649年のチャールズ一世の処刑後に売り払われてしまったが、1660年の王政復古で国王の座についた、チャールズ二世が、 コレクションのほとんどを取り戻している。また、ネーデルラント連邦共和国から28点のイタリアルネサンス絵画や12点の古代彫刻などを送られ、後にチャールズ2世も絵画や美術品を多数購入している。1760年に即位したジョージ3世は王室図書館長フレデリック・オーガスタ・バーナードと共に非常に重要な版画と絵画をコレクションに加えており、 1837年に即位したビクトリア女王とオーハイアルバートは当時の現代絵画とオールドマスターの絵画を熱心に収集した。ロイヤルコレクションの所蔵美術品には美術館に贈与された作品もあり、歴代君主の中ではジョージ三世とビクトリア女王が多くの絵画を美術館に寄付している。 特に王室図書館の収蔵品の大部分が、ジョージ賛成によって、大英博物館に寄付され、現在では、大英図書館の所蔵となっている書物は現在でも、王室として、カタログに記載されている。ロイヤルコレクションの中核となっているのは1603年に、スコットランド王に加えイングランドなどの王に即位した、ジェームズ一世が購入したコレクションで、ウェールズの地図学者、ハンフリールイド。 初代ラムリー男爵ジョーン・ラムリー、第19代、アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランらのコレクションと関連がある。1952年に即位した女王エリザベス2世の元で重要な美術品がコレクションに加えられており、これらには購入や遺贈の他に諸外。イギリス連邦からの贈与が多く、一例として1985年から2001年に、 かけて、カナダ水彩画協会から七十五点の現代、水彩画がコレクションに加えられたことが挙げられる。九百六十二年、バッキンガム宮殿の一角にクイーンズギャラリーが開設され、ロイヤルコレクションは一般に公開されるようになった。九百九十三年には、ロイヤルコレクショントラストが設立され、コレクション管理のほか、ギャラリー運営、グッズ販売に至るまで、 近代的なシステムにより経営されることとなった。2002年には、クイーンズギャラリーが拡大されるとともに、エディンバラにも新たなギャラリーが開設され、スコットランドでもロイヤルコレクションの鑑賞が可能となった。アングロ・アメリカ・オランダ美術、音楽の稽古・ヨハネス・フェルメール・イギリス美術、ウィンザーグル・近況・エドウィン・ランド・シーア・フランドル美術、聖母・秘書天、ピーテル・パウル・ルーベンス・フランス美術、 手紙を読む聖ヒエロニムス・ジョルジュ・ドラ・トゥール・ドイツ美術。我に触れるなハンス・ホルバイニイタリア美術。フルートを持つ歌手。ジョルジョーネ。果物の皮を剥く少年カラバッチョ。キリスト商店祭の無人灯籠の帰還カナレット、幅広い年代にわたって125点以上の作品があり、世界最大かつ最重要のコレクションになっている。イギリス・フランドル・ドイツ・オランダ。デリーのビーナス2005年から。 大英博物館に対応されている。ありがとうございます。